バイオハザード RE3 前回の続きからプレイしていきましょう。さて、一応アイテムとしてはこんな感じで、多分この感じだとボス戦なんだろうなーって思うので、とりあえずは武器を持ってね、進んでいこう。武器を持ってっていうか、ちゃんと備えていこう。普通にゾンちゃんもいるな。無視していいかな。どうだろう、なんかアイテムとかあんのかかなーとか思うけど。いや、マジでやばいやばい。いやー、もう回避できなかったな。いや、マジか。処理していくか。いやー、ガンパウとかはあるんだけどさ、ガンパウめっちゃあるな。そうだな、1セットぐらいは作っとくか。これでもう処理していくか。いやー、後ろがいるなって思って、それで戸惑ったのもあるしな。てかないんだよね、物が。でも意外といけるんじゃないか。無理か。あ、でもこれでいけたわ。だったら別にこれでいいや。ほら、開けてんもん。やつはまだくたばってない。ここから逃げなきゃ。絶対来るじゃん。やつはまだもう来るもんね、完全に。葉っぱ、葉っぱだけじゃないのか。どこに物があるかが広いし暗いしで分かりづらいな。よし。あ、やっべ、ナイフがない。無理か、仕方ないな。よし、これで組み合わせ。まだある、まだあるか。ここら辺とかなんかないのか。どこだろう。あるとしたらこっち側とか。ん？何これ。時計塔のリーフレット。戦闘見返る時計塔。ラクーンシティの中心部にどっしりとそびえ立つバロック様式のこの建物は、戦闘見返る時計塔と呼ばれ、町のシンボルとして市民から親しまれています。この時計塔ができたのは1908年。発展途上だったこの地域に子供たちのための施設を作りたいと考えたセントミカエル教会が寄付で、え、そうなの？子供たちの施設か？時計塔って。当時1階部分は小学校、あ、そういうことか。小学校として利用されていました。1960年代以降、電化が進み、町が急発展するとともに、小学校の生徒数も一気に増加し、生徒数は最大で600名を超えたと記録されています。残念ながら建物の老朽化に伴い、セントミカエル小学校は1978年に閉鎖、時計塔は稼働停止し、立ち入りも厳しく制限されました。しかし、市民の憩いの広場が閉館、閑散とする状況を見かねたアンブレラ社が、マイケル・ウォーレン首相に改築費の全面寄付を申し出たことで、建物の保存が決定。1993年、時計塔は再び時を刻み始め、荘厳な金の音がラクシティに戻ってきたのでした。まあ、企業のイメージアップのためにそういうこともしてましたよーって話か。よし、これで全部か。まあ、これで一気に下がるんですけどね、イメージがね。まあ、そらそうだよねって思うけどな。これで上がるわけがないだろう。元気かよ。スタントマンとかがよくある、よくやるリアクションだな。終わりじゃないだろ、絶対。
アルロス、応答して。ああ、どうした。ダメだった、列車が脱線した。脱線した？怪我人は？みんな死んでしまった。ミハイルも全員よ。おい、マジか。ニコライに見殺しにされたのよ。なんだって。ちょっと嘘でしょ。生き返った。うわ、ちょ止まるな、勝手に。デッドバイデイライトだ。いやいやいや、飛ぶしかないよね。待って、ちょいよしよし、葉っぱがある、葉っぱはあったけど、うお、あれ下なんか弱点みたいなのある、なくなったんだけど。おい、どうしよう。めっちゃ揺れてんじゃん車。やばい。わお。ん？なんかある。なんかあったな。よし。え？あ、ラッキー。やばい。即死行為。あれで死なねえんだ、人間って。丈夫なんだな。クイーンスラーなんだ、まだ普通のさ、普通の車に入ってんのはどういう猟犬だ。よし。いいね。いいダメージ。どれぐらい入ってるかわかんないけど。終わらせてやる。マジでこれか。ちょっとリロード。早くして。よし。ちょっと危ない危ない。おい。ちょ。どうしよう。リロード。走ってもリロードできんのいいね。無理か。あ、でもあの子爆発しねえな。めちゃくちゃ悪い場所に置いたかもしれない。ここに置いとくか。やばい。ほい。よし。走れ。また車の方になんかないのか、どっかないのか。いった。あ、なんかある。ちょっと待って、ショットガン弾はいっぱいあった。爆発しないか。どっか置いたよね。あ、なくなってる。なんとか動きを止めなきゃ。もうやってたよ。もうねえよ。なんもねえよ。ええなぁ。すぐ引きずり落としてやる。どうやって？
危なっ。お前のダメージ入れよな。あんな。やっぱ早い。ほい。マインスロアの弾が、あそことか入ってんじゃないのかな。多分、あいつが攻撃したタイミングで、吐いたんだよね、多分。当たりに行ったな。危な。ちょ。この車開かない？ダメかい？やばい。これ開かないのか？意外と当たんないな、敵の攻撃。当たったわい。あれ、中に何入ってんだろう。葉っぱかよ。これな、ハンドガンの弾か。あ、焼夷弾あるじゃん。こっから右か。右？どこ？あそっか。ちょ。いや、レッドハーブはいい。とりあえず、焼夷弾だけ。あれ？どこ行った？あ、ちょっと、危ない。よし。やばい。ごめんね、結構。動きが激しくなってんだけど、いや、まだファインだ。まだ全然ファインだ。全然ファイン。よし。これくらってさ、コーションぐらいで済んでるのすごいよな。さすが特殊部隊だね。ん？また走り回ってんのか。もうこの間になんかアイテムをグリーンハーフ。あいつから目をそらすのだけはやめてって感じかな。そこか。あっ、いった。当たってんのは当たってた。じゃあこれ、時計塔の上は届くんだな、じゃあ。ああ、やばい、レンジャーだ。え、どうした？やりましょう、受けて立つわ。下がれ！やべえな、惚れるわ。めっちゃ惚れるな。よし、これで一応アイテムは全部あんのか。オッケー。いやー、こんなでかいさ、バケモン相手にさ、しかも婦人みたいなもんだよ。それに単価切んのすごいな。絶対ガッて掴まれるでしょ。掴まないんだ。噛まれたな。これで首の一つでも跳ねれたら生えてきたわ。
なんとも興味深い。実にいい仕事をしてくれたよ、ミス・バレンタイン。結構長いこと寝てたね。ジル、カルロスも来んの遅いよ。カルロス、しっかりしろ。なんてこった。タイル、聞こえるか。どうした。ジルが感染した。今から病院に連れて行く。バードの力を借りるしかない。じゃあそこで合流だ。俺が治してやる。辛抱しろ。まあ一応命の恩人ではあるにしても、ここまでしてくれんのすごいよね。状況が状況だから見捨てても文句は言われんぞ。はい、ということでここで一旦区切りましょうか。次回ジルを助けるために奔走しましょうか。それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。